日焼け止めって飲んでも SPF でいうと2ぐらいしかないので、メラニンも生産されてシミの原因になりますね。やっぱ絶対塗る日焼け止めが必須です。福岡院の菊池です。肌部院の愛理先生です。よろしくお願いします。今回は美容に関することについて先生方にいろいろ疑問があるのでぶつけていこうかなと思います。なんかいろいろ聞いてってもいいでしょうか。はい、何でも聞いてください。じゃあまず一つ目からお聞きしていきます。小顔ローラーを使えば小顔になるって本当でしょうか。むしろ私は反対派なんですけど、小顔ローラーってもう絶対摩擦が起きるので、むしろたるみの原因になるから小顔になるとは言い切れないんじゃないかなと。摩擦って乾板の原因にもなったりするので、私はやりたくないです。確かに摩擦があるとするとマイナス要素の方が大きいかもしれないですね。劇的にそれで小顔になるとかは考えにくいと思いますね。スチーム美顔器で常に保湿をしておけば潤い肌になる、これは本当でしょうか。あ、丸ですか。本当に四六時中だったら保湿された状態が続くので、それはなんかプラスじゃないかなと思いました。短時間でもやってない時間があるんだったらマイナスにはなるかもしれないんですが、24時間だったらいいかなと思います。これは物によるかなと思うんですけど、スチーマーってまあ蒸気が出て水分があって湿度が高いので潤ったように見えるけど、それが肌の中の水分量を上げてくれるところまではいかないので、スチーマーでまあ湿度上げて肌柔らかくふやけたような状態にさせて、その後化粧水塗ったり乳液塗ったりクリーム塗ったりでやるなら潤い肌に近づくと思うんですけど、スチーマーだけやっててもスチーマーやめたらもう全部水も蒸発しちゃうので、むしろ乾燥しやすいというか、ふやける分バリア機能も下がって肌荒れの原因になったりとかも考えられるので、スチーマーやっとけば潤い肌とは言えないなと思います。美肌にはコラーゲンよりもプロテインを取った方がいい、これはどうでしょうか。コラーゲン取ってもアミノ酸に分解されちゃうの で別にそんな吸収がいいわけじゃないので、別に取ってもなぁとは思ってて、プロテインは酵素タンパク質そのものなので、コラーゲンよりはプロテインの方がいいんじゃないのかなとは思って。コラーゲンもプロテインもどっちもアミノ酸に分解されるので、基本的に体内では同じようなものにはなると思うんですけど、さっき言われたようにどのぐらい吸収されるかっていうのがちょっとわからないと何とも言えないところがありますし、アミノ酸とかタンパク質は肌には実際にとてもいいものだと思うので、というよりも必須だと思うので、どちらもアミノ酸になるっていうところで言うと、まあ、どちらも効果的にはいいと思うんですけどね。食事から取れてないものをサプリとかで補うとか、まあ、そういうやり方がいいのかなと思ってます。あとは食事で足りてないものが何なのかによる、タンパク質が食事であんまり取れてない人はプロテインを飲む価値が上がると思うので、総合的に考えて人によったりとか状況によるかなと思います。毎日水を2リットル飲めば美肌になる、これはどうでしょうか。あ、バツですか。水飲めば美肌って直結するわけじゃないけど、飲まないより飲んどいた方がいいかなと思った。まあ、肌の潤いにもなりますし、体のいらないものが出ていきやすいので、まあ、飲んどいた方が肌にとってもいいかなと思いました。水を飲むことで美肌になるっていうよりも、飲む量が少ないとちょっと肌が劣化しやすくなるっていうイメージかな。ニュアンスはちょっと似てるかもしれないですね。大体どのくらい飲めばいいとかありますか。まあ、体格とか、まあ、男性か女性かとかにもよるけど、やっぱ2リットルは一つ飲みやすかなと思いますね。飲む日焼け止めを飲んでいればシミ予防になる、これはどうでしょうか。飲む日焼け止めって、まあ、飲まないよりはいいんですけど、飲んでも SPF でいうと2ぐらいしかないので、まあ、飲んでても全然焼けちゃうし紫外線全然入っちゃうので、メラニンも生産されてシミの原因になりますね。やっぱ絶対塗る日焼け止めが必須です。紫外線 A 波の影響を減らす効果がメインって言われてますね。紫外線 B 波に対する防御能力はほとんどないので、日焼けにはちょっと効果が弱いと思います。 A 波 B 波って何ですか。紫外線の波長が長いものの一つが A 波で、ちょっと短めの波長の紫外線が B 波。基本波長って長い方が
皮膚の深いところに届くんですよね。なので紫外線 A 波の方が例えば皮膚で言ったら真皮の方に影響しやすくて、たるみだったりシワの原因になりやすくて、 B 波の方が浅いところに作用するので、まあ、色が茶色くなるとか、いわゆる日焼けっていうのはほとんど紫外線 B 波によるものですね。洗顔は手でこすらずに泡を立ててくるくると撫でてればいいでしょうか？洗顔するときはモコモコに泡作って手が触れないぐらい泡で洗うっていうのが大事。私が菊池先生に出会った頃は体の汗拭きシートで全顔ゴシゴシって拭いてて衝撃を受けた覚えがある。僕の中では全然抵抗はなかったんですよね。絶対真似しないでください。今は洗顔でどういったところに気をつけてるとかありますか？もともと僕はスキンケアはあまりしてなかったので、ちょっとある程度しっかりやったらどうなるかっていう興味でやってます。まあ、そのためには洗顔もこすんないようにするとか、以前よりも泡立てたりとか、以前は洗顔すらしなかったこともありますけど、最近は必ずするようにしてます。メイクとか日焼け止めの洗い残しとかがあるとやっぱり良くないので、こすらないんだけどちょっと時間をかけてしっかり洗うようにはしてます。流す時も手が当たらないようにお湯で洗うというか、極力こすらない。シャワーとかでお風呂の時に直接こう洗っちゃうとそれも刺激になるので、絶対手に溜めてゆすぐ。お顔拭く時もタオルだと多少摩擦が起きちゃうので、私は毎回もうティッシュ置いて剥がして、で水分取るっていう感じで徹底してます。どのような肌荒れにもワセリンを塗っておけば大丈夫、これはどうでしょうか？肌荒れを治すものではなくて、まあ、肌から水分が蒸発するのとかを防いでくれる蓋のようなものなので、乾燥がひどくて皮めくれとかはいいかなと思うけど、どんな肌荒れも治るとかはないし、逆にニキビとかに塗ったら余計良くないですよね。皮脂が溜まって炎症になってるところを蓋しちゃったら余計そこで炎症が起こってしまうので、まあ、使って大丈夫な状況っていうのは多いかなと思いますけど、改善するっていうよりは悪化させないというか、まあ、対症療法のようなイメージだったりとか、ニキビなど使わない方がいいものもあったりしますね。肌荒れの内容にもよりますけど、ニキビなのかジンマシンが出てるのかアトピーなのかとか乾燥なのかとかものにもよるけど、肌荒れしてる時は何か積極的な治療っていうよりは保守的な治療をしてあげた方がよくて、塗り薬だとしたらワセリンっていうよりも抗炎症作用の強いもの、アトラネキサム酸が入ってるものだったりとか、今だとエクソソーム化粧品として使われる時は抗炎症作用が強いのでエクソソームが入ってる製品を使ってあげるとか、あとはまあクリニックの施術だとうちで言うとエレクトロポレーションみたいな美容成分を入れてあげれる機械とかで治療してあげるといいかなと思いますね。もちろんあまりに、まあ、明らかなジンマシンとか明らかなアトピーとかだったら普通に皮膚科の薬ステロイドとか塗ってあげるといいと思いますけど、レーザーの治療をあと乾燥防止に使うことが多いですね。シミとかほくろを取った後のアフターケア用にお渡ししています。乾燥すると傷の治りが悪くなったり跡が残りやすくなるので、ある程度その湿潤状態にしておいた方が傷の治りっていうのはいいので使ってもらってます。なんかそこら辺のクリームとかズバメなんですか？刺激がある成分が含まれてないものだったら悪くないかもしれないんですけども、ワセリンはその点は安心なので、あまりあえて他のものを使ってもらうっていうのはしていません。先生方、この質問を受けてみてどうですか？何とも言えないものが結構ありましたね。捉え方によってちょっと変わるような質問が多いなと思いました。塗る日焼け止めみたいな明らかに違うでしょうっていうのもあるなとは思ったんですけど、美容で働いてる人々は当たり前のことも一般の方だと当たり前じゃないのかな、その辺の知識とかを普及していくのも我々の仕事なのかなと思いました。なんかこうよく患者さんから聞かれる質問とかありますか？日焼け止めって冬は塗らなくていいんですよねみたいな考えをお持ちの方がたまにいらっしゃって、それはの絶対ダメなので、日焼け止めは春夏秋冬雨でも曇りでも雪でもいつの時でも塗った方がいいですね。シミだけじゃなくてシワとかたるみの原因にもなりますからね。今回の動画を気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。インスタグラムや X もやっておりますので、ぜひフォローお願いします。概要欄にホームページのリンクも貼ってますので、ぜひご覧ください。次回の動画もお楽しみに。またね。